この調子でいくぞ。ランクアップか。ま、せいぜいもらっておくぜ。イーディスの夜にさまざまな音楽をお届けしております。続いての曲はこちらです。イーディスの夜。何を作るんだ。そんじゃあな。何にするの？お出かけのところ悪いわね。けどちょうどよかった。こんばんは、アークライド。前にちょっとした運びの仕事を引き受けて以来かしら。ご注文は何かしら？力でお届けするわ。見るのはただだよ。いつでも見においで。いらっしゃいませ。いかがしましょう。またお越しください。いかがしましょう。またお越しください。トップル浴びてく？そうだな。ラグーナイ。湯冷めに注意してね。よし、行くか。さーて。この時間ならライブハウスが空いてるはずだな。さーて、やあ、どれにする？またな。あら、バンちゃんじゃない。よし、行くか。よし、行くか。あら、バンちゃんじゃない。どんな気分かしら？やん！もう。どうすんだ？また来い。見ていつでも待ってるぜ。さてと。こんにちは、どうもです。よし、業務開始だ。ちょっといいか。さあ、出発せんぞ。いらっしゃい。またいつでもどうぞ。いかがしましょう。またお越しください。いらっしゃいませ。ようこそおいでくださいました。またのお越しをお待ちしております。さーて新作映画。ポップコーンはいかが。やあ、どれにする？またな。甘くていらっしゃいませ。ありがとうございました。聞かせてもらうぜ。本日はご来場ありがとうございます。まもなく一番スクリーンを開場いたします。チケットをお持ちのお客様は入場口までお越しください。いらっしゃいませ。ご来場ありがとうございます。まもなく。あの子、私が落ちたオーディションに受かったんですって。生意気ね。ちょっと人気が出たからって大して演技もうまくないのに、もう後輩相手にマウントを取って。この前はプロデューサーとホテルに。無理しすぎじゃない？ここは競争社会よ。一回寝て仕事が増えるなら安いわ。そうだけど少し疲れてきたの。この世界から離れて普通の自分に戻っても。じゃあ聞くけど、どんな自分に戻るっていうの？その問いが出るといつも彼女たちの会話は終わる。鏡よ鏡、本当の私は誰？これで解決だ。